しよっかな。カボイチ。
君と出会ってすぎる輝く、これ全然違う、輝く日々に、はい、今日の成果の時間です。
ありがとうございました。それでは通常配信スタートです。おはようございます。おはよう、マシュマロありがとう。今日かいよ、ありがとう。モーニング、あざまして。おはよう、さんちゃん。おはよう、ギターちゃんのドドン。おはよう、こんちゃん。おはよう、新しい曲できたので。できてないできてないよ。改めておはよう、さんちゃん。1138日の開始おめでたんだ。ありがとう。こちらこそ。あれだって、オファー1138日の会社、ありがとう、さんちゃん。今日は晴れてます。だって。はい。さあ。晴れててよかったです。おらまるー。おらま、あ、めっちゃ見えない。おらまるふんずり返ってます。うん、おはようさんちゃん。今日も可愛くて大好きよ。ハックマン、ありがとうね。ハックマン。まるまるまる、ありがとう。好きみたい、ありがとう。おはようございます。好きみたい、ありがとう。おはよう。お目覚めはグググかな。今日は割と起きれました、ポッとね。おはよう。それでは改めてご一緒、かんちゃん。おは、移動先かな。おはよう。好きみたい、ありがとう。フロリダは27度、まだまたまた眩しい晴れ。長距離運転ずっと大雨だった、疲れちゃって仕事開始だって。あ、そっか、そうだよね、雨降ってたもんね。昨日雨すごかったよね。なんかなんでこんなに降ってるのってぐらい降ってた。お疲れ様です。できていない、やっぱり。そう、あの昨日はっていうか、まあ、何かめっちゃすごいカノンができたっていうよりは、あのメールにもちょっと書いたんですけど、あの妹の若菜がね、まあやっぱこう今年というか、こっからそういう音楽制作もちょっとチャレンジ していくっていう感じだったので、昨日一緒に、頑張ってたっていう感じですね。はい。うん。おはようさいちゃん。昨日からドイツの方に仕事を教えるという緊張感満載のイベントが。あら、今日も？すごいね。教える？ドイツは何語？すごい詳しくなくてすいません。ドイツはどうやって教えるんだ？おはよう。おはよう。かっこよくない？ドイツの方に教えるんでしょ。おはよう。今日も無事波乗り退出しました。今日もあなたはいい波乗ってんだ。ありがとう。あー、しゃべくまちゃん。てれてれてれてんてれてれてん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 、しゃべくまちゃん、ありがとう。しゃべくまちゃん、ありがとう。キリバン、お、1200回、ありがとうございます。パチ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 、これからもたくさん見に来てください。ありがとう。マシュマロマロマロ、ありがとう。
ちに行きたくんだよって。お、ありがとう、ハートありがとう、おはよう。お、キリバン生産ばっかい、ありがとうパチ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 、いつも見てくれてありがとうございます。ちょっと羽さんちゃん、この辺がちょっとなんかポッポはしてるけど、内巻きかな。キャンディーありがとう、初見ですので。おはようさんちゃん、おはよう。ぐずりおじさん、おはよう。マシュマロマロマロありがとう。1300ほぼんきりばん、皆さんありがとう。ダーシャンコンダありがとう。ハートありがとう。マロマロ、そう体勢変わっとった。あやんちゃんなんだよね。レインボースターおはよう、ありがとう。ぐずりおじさん、お仕事いってらっしゃい、おはよう。帰国3日目にしていよいよ断食終了、食事少しずつ開始、スーパー行ってきただって。もう3日も、そんな、よく食べないで、ははすごいね。いっぱいいっぱい買ってきてください、スーパーで。おはよう。昨日雨がすごかった、今日は晴れたけど北風がしばらく強いし、うん、でもまあ雨よりはいいですかね。好きみたい、ありがとう、おはよう。オーベルジーヌやカジーヌ、あら、ロケ弁じゃがもがまるまる、カレーがしばらく食べれませんので、大丈夫ですか、大変だ、カジ。1200回ありがとうございます。だってこちらこそです、ありがとう、 Thank you。 カロンちゃんが見当たらない、今日の手綱トレード当選しました、おお、おめでとうございます。トレード当選、あのさんいないですよ今日は、はい。どんな曲ができたのかねえ、雨降りすぎでした、車椅子押さなきゃだったから疲れました。それはちょっとね大変だよね、車椅子、傘を差しながら押すの、傘はもう引っ掛けるところがあったりするのかな、まあどちらにしてちょっと分からんけど大変だよね。今週はなんかね、カノンね、そんな全然本当に比べるものにはなんかと思うけど、中学校の時かな、そういう福祉というかバリアフリーみたいな習うみたいな時があって、記憶確かであれば、あの車椅子にその生徒同士で、あのお互い乗り合って押し合ってみたいな時に、なんかなんかやった気がするな、そういう授業。傘を、別に雨降ってなかったと思うんだけど、傘を差すとどうなるかみたいな、傘じゃないかな、コートかな、わかんないけど、なんかね押し合うそのことをやりましたね。実際に車椅子に乗ってみるとか、その押してみるみたいな授業あった気がする。今週末は暖かいみたいだね、きしめんの少女の衣装って。暖かいの、暑すぎることもないのかな、ちょうど良さそうな感じだね、うんうん、予想は。おはよう、うずるおじさん、おはよう。好きみたい、ありがとう。マシュマロマロマロありがとう。わかにゃんちゃん手伝いだった、そうそうそう、そんな、そう、まあね、カモンも一緒に考えてセンス磨いてみたいな感じだけど、そう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 、お手伝いできるところはさせてもらってって感じですね。20日と24日イベントもあるから、あ、そうね、それもファイティンだね。ドイツはドイツ、そうかそうかそうか。オーベルジーヌの会場のニュース見ました、タレントさんのお弁当みたいだね、もうそれお弁当もさ、もちろん残念だけど、家事は普通にやばいよね。シャムクバちゃん、あ、今日見つけられました、ありがとうございます。シャムクバちゃん、ドイツ語。昨日はすごい雨の中警察署に行って免許住所変更してきて、びちょびちょだだってそう、本当にあの昨日の雨は今外に出たらびちょびちょになる。グーテンモーゲン、グーテンモーゲン。ぐずりおじさん、ドイツの方
ったですが、やり取りは英語です。通訳付き、あ、そうだね。じゃあそのなんだろう、お仕事の内容、なんだろう、内容わからんけど、技術なりなの知識なりなんなりをってことね。ノウハウ的な。なるほど。グローバルですね。マシュマロマロマロありがとう、おはよう。マシュマロマロありがとう、今日も素晴らしいメンバーありがとうね。じゃあどうぞどうぞ。ダルムちゃんコーナーありがとう。公園はよく行くけどショールーム初だよ。ココちゃん推しだけどロレースだって、いやありがとうありがとうございます。ココちゃん、ココナさん、あれじゃない、違うか、なんかサイン会なんだ、サイン会じゃない、サイン会じゃないっていう反応違った時になんだってなるよね。ありがとうございます。もうココナさんにはいつもお世話になっております。はいお仕事行ってくるね、大大大好きよ、だってありがとう、お仕事頑張って、ファイティン、お仕事ファイティン、ファイティン。ダルマちゃんコーナーありがとう。タンちゃんの声癒されてます、あ嬉しいです。寝起きの声好きみたい、ありがとう。ハートありがとう。外羽、今日は内巻きだよ、外羽じゃないよ、シャーロックではなくシャム猫クマちゃん、シャムクマちゃん、シャムクマちゃんになったんですキャンディーありがとう。早くずりおじさん、マシュマロマロもありがとう。クズラードズありがとう。はいよ、初見でしたってなんでやねん。サンちゃんの前だと毎回照れちゃいます、嘘ですだって、嘘で、嘘なんかい。昼間素晴らしいね、ありがとうございます、ありがとうございます。ハートありがとう。はいよ、ハートありがとう。サンちゃんルームのテーマ、サンちゃんルームのテーマか、サンちゃんルームのテーマは、うん、最近は結構でもまったりお話ししてることが多いんですよね。そうそうなんですよ。ね、だから結構あの日常ですねおはようって言って夜配信はお休みっていうような配信で、たまにあのカノンのお気持ちを伝えるところって感じです。だからね、あの本当に皆さんに気持ちを伝える配信の時はもうここでパーっていっぱいお話しして、皆さんがわーって聞いてくれて、皆さんのコメントで意見も聞いたりとかしながらっていうこともありますけど、基本的にはあのまったりお話しする配信ルームとなっております。おはよう、ハートありがとう。おはよう、いい感じですよ、神。本当に。ちょっと、まあまあまあ。おはよう。仕事行ってくるね。今日も頑張って。行ってらっしゃい。行って。お仕事頑張って。おはようございます。ぐずらだぜ。ありがとう。おはよう。あのさん、今日も素敵です。ありがとう。お仕事はお休みだけど、眼科行かなきゃだって。お目悪くなっちゃったんですか。おはよう。断食はファスティングほう、ファスティング、おはよう、おはよう。トレードとさん、おめでとうございます。奇跡だ。おはよう、今日も可愛い感じ。おはよう、ありがとう。本日は外出、外出た瞬間髪恐怖オールバックなるかな、どうでしょう。昨日は昼担々麺食べて、夜はケンタのガリパ食べて、ニンニク取りすぎましただって。あー美味しそうだね、どっちもね。やっぱニンニクって美味しいよね。ちょっと人に会う前は食べれないけど、なかなか
おはよう、おはよう。レインコートカップ置きます。そうだよね。おはよう、おはよう、おはよう。今日カノンちゃんなのにトレードオープンした目に対しての表情をお願いします。もうほぼ目が開いてないです。おはよう、おはよう。カチャカチャだよ。ぐずりおじさん乾燥するよね本当に。今は本当に好きみたい。ありがとう、おはよう。21日のフェスティバル公演倍率やばいから絶対やばいと思う絶対やばいと思うね。皆さんもう行きたくて行きたくてしょうがないと思いますので、やばいと思います。おはよう、おはよう。わあ、カロンちゃん可愛くて今日もまたメロク吠えちゃってるってなますね。おはよう、おはよう。これドイツんだオランダー。おお朝からキリキリですね。じゃあありがとう。オリジナルソングの弾き語りとかそのうちしちゃうのか、仲間さんも弾き語りしちゃおう。だってあのさ、あでも本当にあの若菜はあのガレージバンドでの制作っていうよりはギターで制作っていう形なので、すごく弾き語りをもう弾き語りで曲を作り始める感じですね。おはようさんちゃん、フェスバル公演は入りたいな。当たりますように。うん、みんな当たってほしいんだけどね、気持ちとしてはね。みんな入りたいから。絶対倍率は高いです、きっと。グズランドでありがとう、ハートありがとう。チラッ、はよ、はじめまして。おしますおします。なんでやねん、おされますおされます。Thank you、 ハートありがとう。レインボースターありがとう。なんでやってポーズありがとう。おはよう、好きみたい。カノンさんルームようこそ。毎朝ここで配信してますそうそう、新米利用の楽しみだな。おお、マシュマロマロマロありがとう。お仕事行ってきます、今日も頑張るね。おファイティーン、頑張ってね。おはよう、おはよう。昨日の車椅子の方はないけど一応車椅子用の片付けのはあります。うん、やっぱりあるんだねそれではアコハミがここみちゃんのところで停電してないか偵察に行ってまいりました。お、帰ってくるんだよお、ブブーン。うちは再開やばいですやばいやつそうなのかな。あ、イメージではなく公園で黄色のうちわで書くなんてって主張してるんです。お、了解です。あ、うちわのうちわの写真がいいですね、素敵です。黄色のうちわでいいです、とってもいいです。視聴してなんぼですよ本当に。サンチュンデーの練習の今朝、今日までそうです、13日今日まで最後のサンチュンデーの回答の締め切りは今日までなのでね、もう次のお題が出ないのでこの13日っていう日にちを皆さん守ってくださいませ。基本的にはよ、はい、さっちゃんでぜひ返信してください。昔海外営業フロアで仕事してた時、ドイツ語、スペイン語、イタリア語の電話を飛び交っててわけばかめだった。頭おかしくなりそうじゃない、そんなとこにいたら。体勢ついちゃうのかな。好きみたい、ありがとう。配信後にそんな可愛いカウンちゃんのことを今日も北海道からしますします、おさえますおさえます、ありがとう。おはよう、今日は会員郵便局寄るねだって。おお、この絵文字はおっとっとおっと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 だね。ニヤニヤぐずりおじさんありがとう。おはよう、ライバーテーマ、あ
ライブテーマは、噛めば噛むほど味が出るスルメみたいな女の子を見に来てくれてありがとうございます。 SK48 の沢中の19歳です。歌うこと、演じること、しゃべりすること、食べることが大好きです。苦手なことはダイエット、これですね、カナのライバーテーマ。これか、これを言えばいいのか。それです。そうそう、出発するからまたね、今日も一日入ってんだ、ありがとう。書き直す、書き直さん、これでいこう。はい、お仕事頑張ってください。安全運転で気をつけていってらっしゃい。ほぼお腹の音を聞かされる、あ、よくなりますね。おはよう、おはよう。テーマは沢田の日常をよく伝える。お気持ちは腹減った、違う腹減っただけじゃないよ。ぐずりおじさん、しゅけんさん、ありがとうございます。おはよう、好きみたい、ありがとう。今日は大変なお仕事です。久しぶりに気合いちょうだい、任せろり。せーの、気合いだ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 、うわー、頑張ってください。今入りましたね、気合が、めっちゃ入りました。テーマは腹ペコメンバーナンバーワンを極めることでした。ちょっと待ったじゃないのよ。おはようさんちゃん、おはよう。あ、フォローありがとうございます。配信電話は後ろ髪ボサボサは見せない。この椅子になってからは見えません。おはよう、なんでここじゃ後輩に弱いのにカウンちゃんに強いんだろう、だってなんででしょう、分からんけど、あの全然カノン嬉しいんでカノン嬉しいんで、はい、良かったですね。カノンには強くてありがたかったですよ。おはよう、おはよう、金の種の、おはよう、おはよう。2週間前に体重測って5キロ増えてたけど、この2週間で3キロ減らせました。お、素晴らしい。5キロで合ってる、で3キロ、結構結構なあれがあるよね、こう幅すごい。おはよう、フェスティバル公演、一番忘れてそうなのはなんだろうな、バラだな、女神とか忘れちゃってそう、ででで、女神はどこで微笑むと、うちに味方忘れて、でててダメだねダメだね、これはね、ちゃんと本番までにちゃんと思い出して完璧にして出ますんで、あ、ダメでした、はい、残念ながら。おはよう、かのんちゃん、フェスロコ17人取り合ったりスペース狭いのダイエットしないと、そう、17人だからなんでやねん、17人ですね、みんなでやります。おはよう、おはよう、今日の鉄のロキ集合で俺とくね、俺とくってオッケー。おはよう、昨日高速サービスエリアで食べた豚肉ニンニクなんとか丼がすっげーニンニクだった、すっげーニンニクだった、
美味しい方、美味しいでしょ、それは。おはよう、好きみたい、ありがとう。なおでみんなに入れるのいいね。だってフェスバル公演をね、確かに。 SKU ミクリナッキーコンプリート、おおめでとうございます。カロンちゃんはここだここだここだ、おはよう。マシュマロマロマロありがとう。おはよう、本文に言ったろ。おはよう、おはよう。もうすぐ無印良品のセール始まるから、何かわからない。え、全国的に始まるの？無印良品でセールが。おお、本当ですか？疑ってる。全国的にやるんですか？気になるね。おはよう、おはよう。カロンの急な話、この鏡は多分無印の鏡です。だからってなんでって話なんですけど、無印の鏡です。すごく丈夫い、丈夫いので、ガサツな、ガサツなって全てのことにおいてガサツなわけじゃないんですけど、こう結構物とか落としがちな人にはおすすめな鏡となっております。割れない。そのあんまそのこだわって鏡を買ったことは別にないんですけれども、だからその結構ね、ちっちゃい頃、本当に最初の頃はメイク始めて最初みたいな頃ねは、あの鏡であれば何でもよかったから、百均とかその割とお手軽なね鏡を買ってたんです。で毎回何らかの原因で割ってたんですよ、鏡を。パキ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 、ひびが入っちゃったり、なんかこのプラスチックの部分が割れちゃったり、もう本当にパキッとパキッとかけちゃったりとかいろいろしてたんですけど、もうこれに変えてからは変えておりません。無印さんのこの鏡はもうとても丈夫いってことが、カノンが使ったことによって今証明されております。はい、そうですね、丈夫い鏡をお求めの方はぜひ。カノンちゃんがアルバム曲書くときはぜひ C 以外のキーでも変えてください。そうね。そうそうそう、なんかさ、ガレージバンドはキーの設定ができるじゃないですか。だからそれで、ね、なんかいろいろで、めっちゃ唇乾燥してる。そういろいろで作ってみたりも試みてはいます、ね。おはよう、おはよう。ラハカノン。カノンは一人で牛丼の吉野家のカウンターで食べたことあるんですか。よし。吉野家の牛丼のカウンター、吉野家の牛丼のカウンターか。吉野家はないけど、そういうご飯屋さんのカウンターはないですね。多分カウンターじゃなくてテーブルの方だった。まあとりあえずそういうお店に一人で行ったことはあります。でもカウンターには座らないですね。はい、吉野家は一人で行ったことはないです。カウンター、カウンターで一人で行ったことあるところは、だろうな。ザ・カウンターはあんまりないかもしれん。あ、でもあのもっとちっちゃい頃、もっとちっちゃい頃の、習い事とし、習い事っていうか、あの一人でねレッスンに行ってた時が、そのもっとちっちゃい頃ね、本当にもう SK 入る前で、あの演技のレッスンを受けてた頃に、一人で
行くっていうのがまだ大冒険だったの、カノンとしては大冒険、まあ行けなくもないけど大冒険みたいな時期、ね、年齢の時にモスバーガーにお昼一人で行ってすごい緊張したの覚えてる。なんかビクビクするわけじゃないけど緊張って言ってもその待ち時間お昼ご飯にモスバーガーに行って一人で、一人で注文して一人で食べて一人で時間になったら行くっていうあの経験をした時の思い出をすごい覚えてる。別になんてことない思い出なんだけどめっちゃ覚えてる。スマホもなかったから、携帯は持ってたけどスマホじゃなかったからよくあの時間過ごしてたなって今自分でも思うぐらいすごい時計ばっか見てた気がする時間を見逃したらやばいと思って時計ばっか見たりしてたかな。すごいカウンターだし、それがそれはカウンターだった、まあ、カウンターって言ってもそんな吉野家っぽいカウンターじゃないんだけど。おはよう、好きみたい、ありがとう。大好きな、いやついに今日が来てしまって悲しみは雪のように。あ、もうここみの挨拶は終了済みですだっておかえりなさい。おはよう、うどよじさん。ちら、4月から移動でフロアが変わるけど絶対にエレベーターで元の階数を押す自信がある。あーあるあるですね。ちら、おはよう。なんでそんな朝から元気なのなんでそんな朝から元気なのでもそんな割と普通ですよ。普通割とね、そんな元気でしたかそんな元気でしたかよかったです、元気をじゃあお届けします皆さんに。うん、でもなんかあれだよね、割なんていうの、すごいもう寝起きで配信してるんで、特にあのギター練習の時が一番寝起きだからもうすごいあれだよ、真顔で弾いとるよ真顔でギター弾いてるよ朝最初私多分あのこの後二度寝できる日はあの二度寝するんで。そうなんですよ、カノンはその6時45分から配信してるっていうと結構みんな驚くんですけれども、まあ、そう割とその後寝れる日はあの二度寝してるので、そう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 、そんな偉いもんじゃないです、カノンさんは。はい、おはよう、ちんさちゃん、ありがとう。おはよう、おはよう、スラマッパギー、おはよう、期待しないでね、だって分かった分かったっていうのもおかしいけど、はい、ありがとうね、お気持ちだけで嬉しいです。公演前にほのちゃんと爆食します、爆食。マシュマロマロマロありがとう、おはよう、ハートありがとう、好きみたい、ありがとう。苦手は克服するもの、さと苦手だけど私が言ってみる、おう、ハートありがとう。なんかセロリが気合いが気合い、おはよう、気合いだ気合いだ気合いだ、任せるり、おはようございます、おはよう、ビッグハートありがとう、ビッグハートありがとうね、嫌いじゃないです、出勤中なのに嫌いって言われたら帰ろうかな、帰らないで、後ろ髪が見えた、椅子は今どこに、どっか行っちゃった、隣の部屋にあるかな。ここみんなの脈ハミの手声は確認できました、おめでできませんでした、全然真逆行っちゃった、うん、できませんでした、おめでとうございます、
素晴らしい行ってもいいんですよ、帰ってくればね。ちゃんとさんちゃん、 M にお前と一緒、え、おはよう。公園だとさんちゃんあんまり話さないから、せっかくここで分かるの嬉しいだね、難しいよね MC って。てん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 、一撃コスプレがリアルすぎたり、子供ビールと信じてもらわずバンをされたことがあります。そうなんですよ、やっぱね、子供ビールって言ってもまあ見た目は結構シュワシュワしてるんで、そうなんですよね、バンされてしまった過去はありますね。だから今後メンバーの中で配信でね、子供ビールを飲むよっていう人はあの飲んじゃダメっていう、おすすめしません。おはよう、おはよう、お、ペッタコペン、あ、なるほど、おはようございます。じゃんけんしてきますか。じゃんけんしてきます。はい、最初はグー、じゃんけんチョキ、いってきます。びっくりした、バイバイ、いってきます、いってらっしゃい、いってらっしゃい。びっくりした、めっちゃそろそろそろって入ってきた。はい、急なすみちゃんじゃんけんでした。あ、初見さんにはなんだなんだなんだだと思うんですけれども、今はあの妹のね、妹のお母っていう妹がいるんですけれども、妹が、串を取りに来ました。昨日この部屋に串を忘れていっていたみたいで、その串を取りに来たんですけど、折りたたみ串の表現がもう謎で、これどこにあるってこれは何っていう、折りたたみ串のことでした。これは折りたたみ串、こうやって表現する人初めて見た、折りたたみ串それ鏡かと思ったら折りたたみ串でした。仲間を売るような真似はちょっとこうちゃん、かんちゃんに油断してるね。楽屋練習では先輩っぽい時もあるの。ね、お母さんはなんて言うんだろうな、すごい難しいな難しいな。え、先輩っぽい時あるんですよ、先輩っぽい時あるんですけど、それがその俗に言う先輩っぽいとは違って、先輩っぽい時があるんですけど、そうなんていうの、俗に言う先輩っぽいとはちょっと違うというか、ちょっと言葉のボキャブラリーがかのがないから、ちょっと難しい、言い方が難しいんですけども切り取らないで、そこだけそこだけ切り取られたら終わっちゃうね、かのね。そうじゃないんですけど、もうココナさんはココナさんなんよっていう感じかのココナさん先輩っぽい時はあるんですけど、その一般的っていうのはおかしいけど、なんかココナさんの先輩っぽい時があるっていう感じなんで、その俗に言う先輩っぽいという感じではうまく表現できないというか、とにかく最高ではあります。はい、どういう感じか伝えることがちょっとね難しいんだけど、ちょっとコメント進んだらまた話すかもしれないけど、一旦コメント進むね。ダイエット中なので昨日夜ご飯食べませんでした。大事件です。好きみたい、ありがとう。リンゴだ、
アップル、おはよう。マシュマロマロ、ありがとう。昨日たまたまここのチャンネル見た街でメンバーに遭遇した時に声をかけるか見守るか話していた。ああ、悩みます。カノンはすごく悩みます。距離もあるし、もうこうなったら、あの、こうなこう向こうから来てこっちから来たらもちろんね、話というか挨拶するけれど、早くカノンさんのお腹出し衣装解禁されませんかなって。されません、されません。公園だとさんちゃんあんまり話さないちゃん、やっぱそう見えるんだよ、だって。そうですね、それは間違ってないです。はい、頑張らなきゃですね。おはよう、ドラムちゃん、こんなありがとう。おはよう。本当にバラとメガネ危なそう。危ない危ない。あやさんちゃん、推しが切れてなくてメンバーが切れて報告が入ることがあるらしい。あ、ファンの方がってこと。振りはすぐ忘れちゃうけど、レッスン生もすぐ思い出す。そう信じてます。フェスバル公演千秋楽からまだ9ヶ月経ってないんだね。だって本当9ヶ月、もうでももうカノンにとってはもう9ヶ月がとっても長い、長いというか、もう9ヶ月経つのみたいな、もうすぐってことだよね。まだ経ってないってこと、もう8ヶ月は経ったのっていう感じですね。はいよ。無印良品と言いながら無地というロゴが入っているのはなぜなぜ。そう、入ってないじゃん。え違う。あれ、え、あれ、私の一押し誰かバレてんのかなって思うことの時々メンバーに闇発表。あ、バレバレです。カロンさんです。それは好きみたい。ありがとう。おはようさんちゃんの今でものうゆいさん、さん、なかなかいない。お、さんちゃんの今でものうゆいさん、なかなかいない。おお、おはぐずりょうじさん、おはよう。貴重メンバーですね。ポジティブ。レオナさんのパフォーマンスにいつもメロメロです。レオナさんのパフォーマンス、おー、さすがですね。おはようさんちゃん、パキパキ。さんちゃん落とすイメージはある。自称本当にスマホとかもね割と落としちゃう人なんですよね。吹っ飛んでくるときあるもん、スマホがポーンって。でも画面は無傷なんで、とても運と運が良いっていう話ですね。カノンちゃんが美しすぎて鏡が割れたんでしょ。そうかもしれない。キラン、おいなし公園出演者側で出たすぎる。いいね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 。あの、あれスクランブルの時とかあんなの時ちょっとお願いいたします。ゾウさんが踏んでも割れない。あー、わからん。でもあ、鏡とかガラスとかってさ、一箇所に体重がかかると、で一箇所に体重っておかしいな、こうピシッてピシッてこう一点集中で力が加わると割れるじゃないですか。だからこう大きい足で平らなとこで踏む分には割れないんじゃない、割れないんじゃない。おはよう、おはよう。カノンさんが踏んでも大丈夫な鏡です。はい、全然大丈夫、丈夫です。はい、カノンちゃん鏡の横のお菓子を取ろうとして鏡を落とすイメージ。あ、まあまあまあ間違ってはないかな。おはよう、うん、丈夫です。カウンターパンチは食らわないですね、うん、今日もかいさんちゃんありがとう。今日は新選組の日、
漁業法記念日立ての安保牡蠣の日を立てる。おはよう、キャンディーありがとう。サンドイッチでペヤング焼きそばの日、ペヤングソース焼きそばの日、ペヤングマヨビーン。それは一平ちゃんか。今回もスーツケース沈み飲んでフロリダに来ました。夢裏かります。お、デジャブ。おはよう、恐縮です。あ、やばい、漢字が一生懸命答えてくれ。カロンさんのことが大好きなので、ありがとう。おはよう。公園の前後に新幹線のホームの住吉さんのきつね、きしめんを一人で食べました。あ、きしめんね、きしめん、あの、食べたことあるよ、住吉さん。おはよう、おはよう。数年に一回椅子に置いた鏡の上に座って、か、あ、メガネが、メガネの上に座ってメガネぶっ壊しましたって。あ、でもあの、なんか座っても割れないメガネみたいなの CM でやってなかった。メガネじゃないっけ、キャッみたいな、座ろうとしてキャッみたいになるけど割れてないみたいなやつ。おはよう。この前劇場公演見た時に、あと地下のすき家の簡単でチー牛食べましたって。いいね、いいね。 JR 九州が、九州新幹線が2004年カンが生まれた年。学生街のキッチンはカウンターしないお店も、キッチンカロリーのカロリー焼き、何何何。おはよう、おはよう。簡単ねと思ったね。彼女ラーメンはどんなタイプが好き。ラーメンはなんかこだわりは持ってなくて、結構いろんな味を気分によって食べるタイプなんですけれども、好きな麺は、一番の理想の麺は給食で出てた卵麺なんですよ。チリ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 、黄色くてチレジレしてる、チレジレ、チジレ麺、チジチチ、黄色くてチレジレしてる麺がカノンの一番好きな麺なんだけど、給食のね。それに近いものだとすごく好きです、麺はね。スープは本当に気分によっていろいろです。嫌いなものはありません。おはよう。カノの小さい時の真夏の大冒険なのだ。そうです、そうです。おはよう。7時37分になっちゃって行ってきます。から中です。ピューン、飛ばされないように気をつけていってらっしゃい。昔はスマホなんかか、まあそんな、そんな昔じゃないけど、カノのちっちゃい頃スマホはあったんですよ。スマホはあったんだけど、カノが持ってなくて。そう、天王星発見する。おー、おはよう。時間は見逃さないけど熊は見逃します。はい、そうです、すいません。おはよう。サンチャが小さい頃一人で言えない、サンチャで飛ばしは言えない。おはよう、おはよう。ハタありがとう、はにゃ。元気はつらつ、コロナミンシー、サンチャ朝から元気。1、2、サンチャだ。おはよう。カモちゃん好きなとこ、次のジャンプが必要な時はしゃがむこと、どこ、しゃがんでる、しゃがんでる、しゃがんでます。元気があれば何でもできる。大阪市電気科学館に日本初プラネタリウム、日本初のプラネタリウム大阪なんだ。おお、え、マジ、何かた、そんな驚かないでしょ皆さん。今日はお仕事、私今日は仕事休みの、私も二度寝するか考え中、しましょう、考えてるぐらいだったらしましょう。あ、1時間10分も喋ったら寝れなくなる。本当に。おはよう。
背中綺麗な日焼け地おめでとう。そうカノのルームはコメントがとても遅れるので、コメントが遅れても話題についてくるという技術が身につきます。うん、ちょっとね最初はどこ話してるんだいってなると思うね、カノのルーム初見さんからしたら。真面目でいい子のイメージが先輩のツッコミで怖いでダメさんちゃんです。え？えへ、優しい、いい子のイメージなのに、ぼそっときついこと言う、フルサンちゃんになるやつ。え？なんか、不思議サンちゃんのことを言うの、先輩しかポカンってなるやつ。え？え？言うのな、先輩がいるうちに突っ込みやすい。キャップ発揮していけば、しばらくいけそう。ギャップを？うちはって舞台から見えてるかな？あ、見えます。でも劇場はでも割と見えやすいと思うけど、ライブとかだとこうあれだね、角度とかによってはうちわの内容が席によってはねなかなか見えないこともあるけど、劇場はそうね見える。てかカノンは当てにしちゃいけません。本当にカノンは本当に頑張ってるんだけども、そういうの見つけるのがねとても上手な方とは言えないので、うん、カノンを参考にしてはいけないですけれども、多分先輩たちはもっと皆さん見つけるのが上手だと思うので見えてると思います。ちみつの串ではないですね、今日探してたのは。ちみつの串も現役ですよ、使ってますよ。あ、今日の手伝い入ります。お、勝手に主席ロキに会いに行ってき、会っていきます。さて、いってらっしゃい、おめでとうございます。セラミド配合の串、同じシリーズね。え、小原さんに分されると、あ、やばい。あれだよ、小原さん、あきこさんもいけるし、もう何でも OK な先輩で。何でも OK。 あ、でもなんか、でも小原さんの人柄だから、人柄があるからこそ、なんか、こう成立しちゃうようなこう素敵なシーンっていうのはたくさんあるよね。もう本当にね最高って感じ。語彙力がないんだけど、なんか「え、それ最高」って言いたくなるような感じですね、ココナさんの感じは。優しいよ、もちろん優しいけど、なんか優しい先輩とか、なんかそなんて言ったらいいのかな、なんかそのすごいなんかの言葉に当てはまらないので、とてもすごくなんて言うんだろう、最高っていう感じ。語彙力がないだけですのでね、ちゃんと皆さんの目でココナさんの素敵なところは見つけてると思うけど、皆さんの目でしっかりと確かめていただければと思いますけれども、カオンの語彙力がない感じで言うと最高って感じですね。そう、カオン先輩に敬意を払って、もちろんです、お仕事頑張ってください。皆さんは後輩からグイグイ来られると耳が赤くなるくらい照れてしまう。かわいいですね。かわいいですね。ヨドビちゃん、まあ、最高とかで、握手券とかの。ああ。
ショールーム、ショールーム、ポケットティッシュと箱ティッシュどちらが渋滞中ですか？ポケットティッシュです。箱ティッシュはすぐなくなっちゃうのでね。こういうのもめっちゃ話してみたら、だっておいここなとかそれはそれやばいね、それやばいね。はいよはいよ、スマホは恋の落とし穴どういうこと？おはよう、おはよう。7時49分の今日がやっちゃう。もう挨拶したからワンポイント英会話する。ちょっともう8時になっちゃったから今日はお休みかな。いつもはね、そうだよね、ワンポイント英会話をしてるんですけども。100キラありがとう。昔コンサートレースに並んでスマホ通して角から落ちてひび割れした。ハートありがとう。層が踏んでも割れない。アームフレイレコマーシャルがあって、おお。シーナさんの卒業公演見返したら16歳のレオナさんがいた。キュワキュワ好きみたい。ありがとう。でも今もう酒飲んで、マイコにもほうちゃんにも、え、読み方がわからん。バレてるはず。サンちゃんに癒され中。あ、今飲んでるの？ん？あ、今っていうのは8時？8時で今飲んでるってこと？おお。マヨビームからのタコシャミーン、ミヤミーン。カノン泣いていいですか？泣いていいですよ。うん、泣いていいですよ。おはよう、こんばんさんちゃん。老眼鏡か、あ、拡大鏡だし、あ、はずき、あ、はずきで。ホームのきしみにはついてかき揚げ入れちゃう。美味しいよね、かき揚げ。はい、そんなかんだで8時になってしまったので、そうそう、コメントビビビビビューンの時間です。今日はたくさんありがとうね、皆さん。今日もたくさんコメントありがとう、フォローもありがとうございます。おかえり。ソフト麺卵パーティー、あ、そう、あのソフト麺の、ちょっとまた始まっちゃうけど、ソフト麺はうどん用の麺がソフト麺だったんですよ、カノの学校では。で、あのラーメンが卵の縮れ麺みたいな感じの黄色い、ね、麺があるの。そう、はい、ピュン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 。卵麺は醤油ラーメンに合いそう。そう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 、そうです。うん、ピュン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 。ジブリパーク行きたいな、一回は行きたいな。帰ってくるんだよが欲しかった。あ、そういうことに会いに行ってきます。だからね、帰ってくるんだよ。もう忘れちゃかん。先輩の妹が、おお、キラ好きやん。友達みたいな親近感ある感じのアイドルなので、こちらハマっております。おお、初見さん、ダメちゃん、今度ありがとうございます。お仕事頑張っていってらっしゃい。歯車ありがとう。マシュマロマロマロありがとう。お仕事頑張っていってらっしゃい。終了。
ビューンタイムはちょっともうビュン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 ビューンだけどごめんね。はい、ということで最新コメに来てしまいました。そう、もう8時になってしまったのでそろそろ終了のお時間です。それでは今日も13位からサデスタ丸切って道場13位さんです。あとなんかコメにありがとう。12位さんです、ありがとうね。11位さんです、あとなんかカミカミちゃん大好きビッグアウトありがとう。だってこちらこそ。10位さんです、トマークアートゴイサイダー。キスをあげるよ今気づいた思いでした、ユー帰ってくるんだよありがとう。9位さんです、トマークアートゴイサイダー、ありがとう。8位さんです、もう少し話したいのに笑顔で見送るのなんだかな、テキュー。7位さんです、トマークも親子ハブにグーとグー、お腹減っとるやん、ありがとう。6位さんです、あとは結果目にあーてて、ありがとう。5位さんです、ありがとう。4位さんです、あとは結果目に大好き、ありがとうね。そして3位さんです、あとは結果目にありがとう。そして2位さんです、あとは結果目にじゃあありがとう。そして今日の第1位はトゥル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 てるるん、さんです。横浜に今日も頑張るね、だい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 ですよ、ありがとう。ちー素晴らしい、パパ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 、ありがとうございます。そして今日の85やっこさんはタラタタタさんです、ありがとうございます。あなたもぜひ横浜になっちゃってくださいね。はい、ということで少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてくださいね。そして握手会、ツーショット会、トーク会もぜひぜひお待ちしております。はい、5月12日はねカノンさんのハッピーバースデー、お誕生日なので皆さんぜひツーショット会かの、ツーショット会に会いに来てお祝いしてくれたら嬉しいです。はい、あとはサンチャンデーの最後のお題の、返信の締め切りが今日13日までになってるので、皆さんまだだよ、忘れてたよ、まだ悩んでたよっていう方も今日までにぜひツイートしていただけたらなと思います。そんな感じで今日も皆さん一日良き日をお迎えくださいませ。それでは今日もこの辺でまたこやね、ありがとうございました。バイバーイ。すごいバイバーイって言った瞬間に初訪問がめっちゃ来たんだけども沢田香音です、今日は終わります、バイバイありがとうございました。びっくりするぐらい急に初訪問がダダダダダダダって、 Thank you、 バイバーイ、また来てね、もしような、そしそし、また来るね、バイバイ、バイバイビー、みんな終わった、バイバイ、バイバイ、カノも終わっちゃいます、バイバイ、ありがとうね。